が出ません。カウントワンナッシン。コーナーをついてきます。外れた。見送ります。ワンエンドワンになりました。ストライク。ツーエンドワンになりました。ボール。一球外しました。ツーエンドツーから速いボールできました。空振り三振。今岡バットにかすりもしません。バッターは7番の矢野。今日はヒットが出ていません。今日はこのままノーヒットで終わるのか。初球を打ちました。ショート取って一塁へ。矢野ショートゴロに倒れてスリーアウトチェンジ。7回を終わりました。5対1タイガース。ようやく1点を返しました。8回の表カープの攻撃。この回バッターボックスに入りますのは2番東出。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。これで今日4回目の打席です。ストライク。まずは直球で決めています。ワンナッシングからストライク。変化球で決めてきました。ツーナッシングから速いボールできました。空振り三振。東出全く相手になりませんでした。そしてバッターは3番ディアス。これで今日4回目の打席です。初球を打ちました。ボールはレフトからショートへ。レフト前にうまく運んでいます。バッターは4番の金本。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。これで今日4回目の打席です。インコースは見送った。ストライク。カウントワンナッシン。堀内さん、今日のピッチャーの出来どうご覧になりますか。出足は悪くないですね、はい、まずまずの内容じゃないですか。そうですか。打った。外野フライ。余裕を持って取りました。金本内野フライに倒れてツーアウトになりました。バッターは5番のロペス。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数3安打。大活躍です。これで今日4回目の打席です。ストライク。まずは直球で決めています。ワンナッシングから変化球打って沖から取りました。一塁へ。ロペス内野ゴロに倒れてスリーアウトチェンジ。5対1カープ4点リード。8回の裏守りに入ります。カープ。この回からはピッチャーが変わります。この回からマウンドに上がっておりますのはヤング。8回の裏タイガースの攻撃。この回バッターボックスに入りますのは8番沖原。技術的にはね、文句はないですよ。あ、そうですか。でもちょっとパワー不足なんですよね。なるほど。高めストライク。初球空振り。カウントワンナッシン。ピッチャーゴロ。ヤング取りました。一塁へ。沖原ピッチャーゴロに倒れてワンアウト。タイガース、ここでピンチヒッターを送ってきました。代打塩谷。ご覧のような数字です。ホームランは2本。ストライク。初球空振り。カウントワンナッシン。ストライク。カウントツーナッシン。ディアス取りました。一塁へ。塩谷セカンドゴロに倒れてツーアウト、ランナーはありません。バッターボックスは1番上坂。これで今日4回目の打席です。
1球目は外れました。ボール。内野ゴロ。ヤング取りました。上坂ピッチャーゴロに倒れて3アウトチェンジ。8回を終わりました。5対1カープ4点リード。9回の表、守りに入りますタイガース。この回からはピッチャーが変わります。この回からマウンドに上がっておりますのは藤川。9回の表、カープ6番からの攻撃です。サード野村、先ほどの打席はピッチャーゴロ。初球を打ちました。セカンド取りました。一塁へ。野村内野ゴロに倒れてワンアウト。バッターボックスは7番新井。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。まず今日最初の対決はどうでしょうか。直球外れた。見送ります。ストライク。ボールに手が出ました。ワンエンドワンから平凡なフライ。広沢落下点。余裕を持って取りました。新井内野フライに倒れてツーアウト。そしてバッターは8番瀬戸。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。打率2割7分2厘。ワンナッシングからインコース外れています。ワンエンドワンから直球見送った。ボール。ワンエンドツー。三遊間瀬戸ショートライナーに打ち取られました。スリーアウトチェンジ。5対1カープ4点リード。9回の裏タイガースの攻撃。この回バッターボックスに入りますのは2番赤星。まだヒットがありません。今日はこのままノーヒットで終わるのか。左へファウル。初球から思い切っていきましたがファウル。微妙なところをついてきます。見送った。ボール。ワンエンドワン。内野ゴロ。ショート取りました。一塁へ。赤星内野ゴロに倒れてワンアウト。そしてバッターは3番浜中。これで今日4回目の打席です。ピッチャーゴロ。ヤング取りました。一塁へ。浜中ピッチャーゴロに倒れてツーアウト。バッターボックスは4番檜山。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数2安打。これで今日4回目の打席です。ボール。直球外れた。1球2球と外しました。ノーツーになりました。ボールカウントワンエンドツー。ストライク。立て続けにストライクを取りました。堀内さん、今日のピッチャーの出来どうご覧になりますか。出足は悪くないですね。まずまずの内容じゃないですか。そうですか。右へファウル。なかなかボールを芯で捉えることができません。2エンド2からこれは決まった。三振。試合終了。カープが勝ちました。勝利投手は山内。敗戦投手は薮。今日の解説は堀内さん、中畑さん、そして実況は川村でお送りしました。堀内さん、中畑さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。